割と、この動画を撮影しているのは9月の27日です。わかりますかこんな感じですね。ジョリ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 。まあ、あの、わかんないと思います。わかんない人多いかもしれませんけれども、天才ピアニストの、えー、ツッコミの竹内という女性がいるんですけれども、本人も言ってますけれどね、えー、彼女もこの辺を結構刈り上げてるんでね、なんかちょっと今日、あのー、昼間、床屋に行って借り上げてもらって、ああ、なんか竹内ってこんな感じなんだな、みたいな感じのことね、思いましたけれども、 えー、まあ、とにかくあるあるネタが7日間かなんかあって、まあ、ネタが切れたということと、えー、と、時々なんか質問箱からね、質問をもらって、それに対して雑談動画でお答えしますって言ってきたんですけれども、えー、と、あるあるネタ7本で11月の7日分までストックされたんですよ。今、これを撮影しているのは、録画しているのは9月27日で、11月7日分ということは、えー、どんぐらいですか ?1 ヶ月半ぐらい先まではすでにセットされているということになるので、 えー、ちょっとね、そういう、えー、1日目、2日目、3日目みたいにして、こう、繋がっているシリーズものみたいなのやめてね、こう、単発ものみたいなもので言っといた方が、後で、 えー、なんか調整ができるかなということで、まあ調整枠みたいな感じでね、何本かこう小ネタみたいなものを繋いで繋ぐっていうかこう取ろうかなと思いますけれども、まあその中で今日はね、戸川さんに行ったんですよ。で、今日は9月27日というのは本当は卒業式だったんですけれども、まああの、なるべくこう、中に入る人の人数を少なくする、減らすということでね、今年はまあ参列ができなくて、まあ自分の学科からもね、卒業していった人いるんですけれども、まあ残念ながら行くことはできず、まあ、えー、家にいることになったので、 で、まあ、そして家で,家でね、あの、いくつかやることがあったんですよね。家にいて、あの、ある工事の立ち会いをしたりとかして、えー、午後は、その、僕が90年代の前半から行ってる東屋さんに行ってね、髪の毛を切ってもらったりしてきました。で、 まあ、あのー、たまに、なんていうか予想しないようなミスをしちゃうことってあるよねっていう話なんですけれども、この、これ言ったかな言ってないと思うんだけどな、これ聞いたことある人、今までの雑談動画全部見たことがある人が仮にいたとしたら、まあまあ一人くらいいるのかな一人二人くらいいのかな,人人いいのかなもしかしたら喋ったことあるかもしれませんけれども、僕は、まずそもそも髭を、こうやって髭を伸ばすようになったきっかけっていうのは、今日も行ってきた床屋のマスターが、えー、じゃあ伸ばせばいいじゃんって言ってくれたのが始まりなんですよね。97 何年かなんか今、まあ、何年っていうこと言わないですけれども90年代の前半のある年にある時に、えー、じゃあ伸ばして伸ばしたらいいじゃないかっつって反、えー、らなかったんですね反らないあのどこに行ったのに、えー、普通であれば男性であればこうひげを反るわけですよそれを反らなかったんですよ反ってくれなかったんですよある意味でそっからじゃあ伸ばすかって言って伸ばし始めたのがきっかけなんですけれどもでもまあ普段ねあのひげっていうのはあの頭の毛とは違ってですねこの 髪の毛がそんなに伸びなかったとしても、髭が伸びたりするんですよ。だから、ほっとくと伸びてきて、前にも言いましたけど、この辺とかもね、バーってなっちゃうん、ね、で、このワイシャツとかシャツとかに引っかかってブチってなったりして痛いですみたいなこと言いましたけれども、僕はですね、そのバリカン、スポーツ狩り用のバリカンを使って、えー、ヒゲを刈っています。で、そのバリカンでげを刈るってことは、うんと、例えばこうやってさ、こうやって、ーンってやるわけですけど、やるってことはさ、この髭は、 この刈られた木がどういくかっていうと、この中に吸い込まれるわけではなくて、この中に入るものもあるんですけど、大抵のもので結構こう巻き,散る巻き散らされるわけですよ。で、それを、例えば洗面台とかでやってしまうと、洗面台とかげの細かい毛、あの細かいクズみたいなのブワーになっちゃうので、風呂場でやってるんですね。で、風呂場の中でお風呂入った時に最初にビン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 ,ビンって、わーってなるから、それをシャワーがジャーー流していくという感じで、髭を刈ってるんですけれども、この僕が使ってるバリカンっていうのは、ゲの長さを あのカー時のヒゲの長さを調整できるんですよね。えーと、1ミリから20ミリまでの柔軟段階にできるんですよ。1ミリ、2ミリ、えー、3.5ミリ、5ミリ、7ミリ、はえー、9ミリだからそんな感じのね、まあ柔軟段階設定があるんですよ。で。 今これね、実は2ミリなんです。これはあの、床屋のそのマスターのところのバリカンの設定を聞いたら2ミ,リ2ミリらしいんですよ。で、どうせ1日2日経つとね、結構もうすぐ伸びてきちゃうので、別に2ミリでもいいんですけど、個人的にはね、2ミリは短いと思ってるんですよ。ちょっとなんかそこ寒すぎるっていうか、涼しすぎるかなっていう感じがするので、ね、個人的にはね、2ミリじゃなくて3ミリがいいんですよ。 で、3ミリっていう、あの、2ミリ、3ミリの区別ね、区別っていうか、そんなにないように見えますけれども、これぐらいのヒゲのね、2ミリ、3ミリってね、かなり顔の見え方が違うんですよ。1ミリ伸びるだけで、ここに生えてる家は全部1ミリ伸びるだけで、この顔の輪郭のこの黒い線がね、はっきりしたりするっていう風にしてですね、まあ、別に痩せ顔を目指してるわけじゃないんだけれども、なったりするんですよ。で、そんなわけで、自分が持っているバリカンを使って3ミリにできないかなと思ったことがあってね。で、さっき言いましたけど、そのバリカン、僕が持ってるバリカン、パンソニックのバリカンのヒゲの刈り方 っていうのは一ミミミリミリミリ二三点五五なんですよ。で三点五にすればいいじゃないかと思うかもしれないけど三点五嫌なんですよ。三がいいんですよ。なのである時とりあえずじゃあセット五ミリにセットして五ミリに買ってみようってバあってやってね。であの三ってことは五引く二は三やから最初五で買ってカチカチって二にやったらいいかなってビーってやったらね二になるわけですよ。っていう勘違い。ほんじゃあまた。